今の振動しますかのところがみんな驚くところですか。そこそこじゃないと思うんですよ。そこじゃないですか。あら、綺麗な綺麗な、あれ雪じゃないですか。サマーメモリーズ、ねえ、ねえ、季節感がちょっと違いますよね。えどういうことなんだ。そうそう、山立が流れてもいいぐらい。あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。完全にじゃん、クリスマスじゃないですか。もちろんそうですね、BGM も。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう、うん、一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい、うん、そんなのやってみないとわからないよ。すべこべ言わずに早く始めてほしい。あれこれボタン、これを選ぶ。なるほど、そういうことですか。すごい。なんかと九条さんがおっしゃってた、なんか選択肢、いろんな考え方の人がいるからって前のイベントでもおっしゃってましたけど、これここまでたくさんの選択肢が、今まで普通にこれね始まって、うん、物語が始まるかと思ったら、いきなしもう自分でプレイアブルでできるんですね。ねえ、しかも下の方やっぱりちょっとねパンチ効いてますね。つべこべ言わずに早く始めてほしいんです。これ視聴者が思ってるかもしれません。思ってる楽しませてくれますね。いや本当ですよね。もう面白いよ。いやいや真面目にやったらこうなるんですよ。うわ、やっぱグラフィックが上がってますね。いや、めちゃめちゃ綺麗ですね。こんな顔をして、あ、キャラクターの、なんて言うんですか、制作みたいなのができるんですか。顔の選択、あ、変わってます。体験版はまだ3種類ぐらいしか選べないんですけど、製品ではもっと増えます。ちなみに九条さんの好みの顔はどれですか。これですね。あ、ちょっとふくよかな感じの、優しそうな雰囲気の。そうですね、うん、肌の色的には、肌の色は明るさが変えれる。色白がいいですか。イメージ変わりますね。真ん中ぐらいがいい。あ、これ明るすぎます、はい、いや、これぐらいでいい。九条さんの好きなキャラクターを作る。あ、いいですね。でもなんか儚げでいいですね、すごく。可愛らしいですね。じゃあちょっとね、視聴者の方もちょっとうなじのところもね、ちょっと見ていただいて。見ていただいて、せっかくクオリティですからね。ありがとうございます。さあ、それでは選びました。そして、こんな感じ、髪型。今までもこんなこういうキャラクターメイキングみたいなのあったんですか。いや、あんまりやってなかったかもしれないですけど、ね、じゃあ今回またちょっと今は最初は2種類しかないですけど、これは、ゲーム進めていくと髪型増えていく。なるほどなるほど。じゃあ髪色でちょっと、あ、明ると見やすいですね。あ、ちょっとこれどうすか。赤とか緑もありますよ。赤すごい、本当だ。結構攻めた色合いもあるんですね。そうです。これ今の僕らのところ来たら抜けちゃいますよ、これ。本当ですよ。完全に頭なくなっちゃいますよ。頭なくなっちゃう。黒巻き処理しないですから。ゲーム画面大丈夫なんです。大丈夫です。でも緑とか選ぶと途中で大体後悔しますね。あ、やっぱ明るい色だ。見てると戻しに行くっていうか、途中で戻せるんですけど。あ、そうなんですね。じゃあここでもう、じゃあちょっと黒目でいきましょうかね。運命の一色を決めなくてもいいんだ。はい。あ、でもどうだろう、ちょっと攻めた方がいいですか。茶髪ぐらいにしときます。そうですね、それぐらいのが、はい、全然印象変わりますね。印象変わりましたね。すごいな。あ、なんか持ったぞ。あ、始まり、あ、なるほど、釣り革を持った仕草だったんだ。はいはい。これが今日たまたまこの町にやってきた主人公。私はこのバスに乗って。あ、もう。お。どういうつもりで。就職面接を受けるため企業へ向かっている。商談のためある企業へ向かっている。散歩するために水園公園へ行こうとしている。ショッピングのために水園通りに行こうとしている。素敵な電話をとにかく出かけようとしている。おお、ちょっと仕事かプライベートかでまた違いますね。そうですね。ちょっと村井さんどうですかこれ。いや、女性としては。こんなスーツ着てるのに出会い求めるって勝負服なさすぎでしょ。いや、でもいいんじゃないの。そういう固い就職にちょっと疲れちゃってからもう自暴自棄になって出会いを求めてそういうことですか。可能性もありますよ。まだね、分かんないですよ。いや、じゃあちょっとでも、じゃあそれを狙ってみましょうか。素敵な出会い求めてみましょうか。分かんない、出会えるかもね。素敵な出会いを求めてとにかく出かけようとしているのよ。素敵な出会いを求めてとにかくっていうのがすごいね。とにかくやっぱ外に出ないとっていうね。そうそうですね、気分がね。これはだから地震が起きる前に、はい、こんな風に日常が、うん、いや僕らもよく見かける日常です、うん、そうですよね。
がこんなにたくさんいるところでまさかね、こんな歌がかかってる。え、私あの歩道橋なんか見覚えがちょっとある。この前私ここ来たことあるじゃないですか。 VR のね、やばいやばい。うわ、まあ、地震速報みたいな、地震速報みたいなのが鳴ってみんな混乱してるんだ。これね、鳴るとみんな結構こうなりますよね、キョロキョロして。どうしていいかわからない。でしかも本当に来るかもわかんないから結構、あ、もうだ、そう、どうしよう。姿勢を下げる、よくわからない姿勢を下げる、これ割とね、日本人とかこういう心理ってあるんですよ。あの、恥ずかしいのはいつも通り、いつも通り、あんまりね、私もこれ多分やっちゃうと思います。反応変わらなかったりするんです。あ、こう悠然と構える、まあ、あとは5番目かな、あるとしたら。あ、鼻歌、これもちょっとちょ聞きたいですね、どういう鼻歌を、まあ、確かに確かに鼻歌入ってるんですかね。そう、体験場の時ってボイスが、あの、あ、そうだね、VR 体験会の時はボイスがなかったですもんね。まだね、そうですね。ちょっと鼻歌聞いてみましょう。そうです、歌っていただきましょう。やっぱこの速報の音をやってくれるかもしれません。陽気ですよ。あ、そんなことしてからそんな鼻歌歌ってるから、やばいやばいやばい、あ、やばい、あ、いや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 、怖い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 、すごい揺れてる。あ、すいません、振動来てます、振動来てます、振動来てますか。いや、ここで来るのか、すごいな。あ、さっきね、倒れたところから、あ、今、おお、また地震ですか。地震来てますね。うわ、すごいガラス割れてるな。今これ どこなんですかね。今バスの、バスの下敷きというか、バスが倒れたところから脱出してるんだ。 あんた大丈夫か。名前は、あ、素敵な出会いじゃないですか。本当だ本当だ、緊急事態だからこそいいですよね。うわ、大変なことになってる。うわ、バスもめちゃくちゃ傾いちゃってます、ね、あ、この人じゃない、助けてくれたの。本当だ、話しかけてみましょう、うん。でも電話に夢中です。ちょっと 私との素敵なでサムシング、素敵なサムシング、突き飛ばしてみます。ちょっと電話やめていただいて、私とちょっともう一回めげない。めげない、ちょっとダメですね。わあ、いろんな方が腰を抜かしている男性、うんうん、いや本当だね、これは状況が大変ですね。あ、モラルのない男。ああ、今確かにね、そうですよね、 SNS とかに載せちゃおうっていう、そうそうそう、あれ本当にね、災害起きてても撮ってる人いるんで、そうですよね。これをたしなめてる女性がまたいるんですね。いや、うわ、ね、大変ですね。結構ビルとかも傾いてますから。本当だ、交通もめちゃくちゃ混乱してますよね。大変だ。とにかく、あ、公園に向かう、あ、ぶつかっちゃった。ごめんなさいごめんなさい、ちょっとちょっと話を、みんなね必死ですから、こういうこともあるでしょうね。お聞きしたいんですけど。あ、あ、お、公園に向かう。あ、じゃあ公園に向かった方がいいのかな。ですかね。やっぱり本当の災害時も公園みたいな開けたところに向かうっていうのは鉄則なんですよね。あ、でも公園ってここ？ここじゃないか。ここ、あ、ここっぽいでしょ。公園って書いてある。水蓮公園ですね、これ。お、この。あ、そうか、あの人たちの近くにいると。あ、そのおじさんに話しかけたらやばい。え、どういうことですか。え、なんか散らかしてるお弁当みたいなの。素敵な出会いですか。これは結構年齢差ありますね。出会いですね、出会いの一種ですね。弁当食べてたのかな、ね、こんな時なのに落としてしまった。このでっかい地震の後なのに彼はこの卵焼きを見てるんです。でもめちゃくちゃ悲しいですけどね、この状況。え、でもこのお昼なんかご飯気になりません？気になる。すごい、どうしてこんなに、しかもずいぶん早い昼ご飯。そうですよね。そうですよね。ちょっと早いですね。聞きましょう聞きましょう。ずいぶん早い昼ご飯ですね。普通に聞いてるな。冷静だけど。すごい普通に聞いてる。こっちの方が落ち着いてる。そうですね。何があったのこの人。いや、でも混乱しますよね。もう非常事態ですから。でもなんかこのお弁当にすごい固執してる感が。こんな時に何ですが。ちょっと座りますよ。あらあら、でも紳士ですね、払ってくれて。素敵な出会いになっちゃうんじゃないこれ。これ出会いっぽい感じですね。出会いですね。この座り方とか。あれ座り方実は、え、会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。そこに来て自信も家族に打ち明けることができず、ああ出たのいうの、出勤するふりをして、なるほど、毎朝家を出ます。
それでお弁当作ってもらって3月近く。もうつらい。絶対絶命おじさんじゃないですか。なんかね、その巨大地震は起きるんですけど、はい、その前にもやっぱり一人一人に日常があって、そうか、人生があるんですよね。そんな彼の姿を見て、地震どころじゃないですもんね、逆にこの人にとってはね。確かに、これはもう自分自身がこのおじさんを見てですね、まあこう思うだろうなっていう。いや、これでもこれしびれますね。しびれ、しびれ、マジっすか。いい味出してるわよ。いや、やばいやつ。しびれるわ。ちょっと出会いっぽくなってます。あれ、そうですね。お見苦しいところを見せてしまいました。面白いな。こういうのにときめく女性、まあいますからね、でもね。枯れ性もね。ならないように。ちょっとお店感が出てきちゃいましたよ。いや、でも序盤からなんか私すごい来るな。いや、これ引き込まれますね。ちょっとこのおじさんをちょっとね、追いたくなっちゃうな。いや、本当にそうなんですよ。いいものは特に食べてないですしね。だってこの女の子はもう出会い求めて街行っちゃうぐらいで自信に合いましたけど、このおじさんはもう全然、ね、全然もうこういう若い子が目に入らなくなりましたね。あ、時計調べられますね。時計も止まってるんですね、地震が起きた時に。そっか、もう10時からご飯食べちゃったんだな、もう。だからその人だけじゃなくて、いろんなものを調べると、そういう状況が、探索のヒントが出たり。うわ、危ない危ない、やばい、また余震、地震が、あー、いや、ひっくり返っちゃった。やばい、すごい、建物倒れてきましたよ、丸ごと。ちょっと今の地震で僕の耳がちょっと右がピンってなってるんですけど、これはあの仕様ですか、これ。これやっぱ入り込んじゃったんですかね、ちょっとね。いや、そうかもしれないですね。すごい感情移入しちゃいましたね。あれでも気をつけないと、本当あの近くにいると危ないです。あ、今公園の方に戻られたから。あ、よかったんだ、よかったんだ。じゃあ今リュック探してますけど、いや、でも本当に車もあっちこっちで止まっちゃって、道路もね、歩きづらいし危険ですよね。あ、そっか、荷物が傷んじまうっていうのもね、運送業で。あ、そっかそっか。あ、また来てる。いや、怖い。やばい。何が倒れてきた。ライトが。ライトっていうか、そのね。うわ、道路のね、明かりが。うわ。いや、これはもう歩かない、歩けないです。そうですね。もうどうしたらいいか。いや、これ道路出てるの危なくないですか。怖い。あ、出た。不謹慎のやつですか、これは。また。どうなってるんだって。あ、でも写真撮ってるわけじゃないんだ。本当に面白いな、なんか。いや、確かに。どうしよう。自分だったらどうなるかなってやっぱ考えますね。あ、どこに行ったの？先生。これ先生。バラバラになっちゃったんだ。このままじゃ、私学校に戻れない。あの、すみません、この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか？あら、見てないな。心配だな。なんか見た覚えないですよね。ひどいこと考えますね、本当に。でも見てないですからね。見ました？いや、私見てないですよね、僕らね。そんなちゃんと見れなかったですね。確かにない。青いベスト、心当たりはないです。やっぱなんかついついこう、人の観察よりも大きい建物とか見ちゃってたな、ね、私。自分のことでね。この近くにある翡翠学院高校の教授で、日賀と言います。若い先生ですね。授業を不安だろうな。いや、いいですね、先生になったばっかりの。ここに来たんですけど、地震に遭ってしまって。男子生徒から人気あるタイプです。怪我していなければいいけど。女子校ですか。女子校で飛び出してきちゃった生徒がいたんですね。もし何かトラブルがあったの、青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。分かりました。いや、でもこんな時でも生徒の心配するって、もう教師の鏡みたいな先生ですね。彼女はあのずっとシリーズ通して出てきているので、はい、うん、あ、そうなんですね。最初に出た時は高校生だったんですよ。あら、じゃあ成長も見れる。すごいですね。これは男だったらまたこういう選択肢もまたいいんでしょうね。でもその下の選択肢も女性の心で。あ、本当だ。こういう考えも。あ、こういうのはうちはちゃんとしてます。いや、ありますからね。本当に本当に、どっちから、誰から見ても
なるっていう態度がありますね。確かに日傘って可愛いですね。いや、喜んで探します思い入れが強いな。めちゃくちゃ気があるじゃないですか。ちょっと引かれてますね。引いてますよね。ありがとうございます。やべえやつに頼んじゃったなって生徒は3人来ているはずです。3人いるの？申し訳ありませんが、ね、お願いします。そうでしたか。これが結構前半というか序盤の一つのゲーム。あーやばい、建物の中やべえかな。この前私もね、ちょっと揺れてガラスが落ちてきたトラウマがありますよ。あ、ショッピングモールですかね。あった。あ、持って行ってるんですよ。いや、なるほど。ありがとうございます。これでいろいろできるように。マネキンがたくさん。あ、アパレルストアなんだ。あ、みんな倒れちゃってね。あ、お客さんなんだ。あ、お客さんか。マネキン。おめちゃくちゃだなこのデザインに対してもこんなに選択肢があるんですね。あるんですね。まあ、人には好みがありますからね。そのデザインしたやつをけなしてるのもひどいですよね。そうでも怒りの対象がね、なんか人にあるのか物にあるのかとかいろいろ面白いの。確かにね、変わるね。後ろしか見てないんだけどな、わかんないな。これいいなって思ったらもらえちゃったりするんですかね。いいなつって。これは大事な選択肢です。え、本当ですか。大事な選択肢なんですかこれ。大事です、ね、意外にそう思ってないものが何でもないようなことがですね、大事なことだったと思う。だから後悔しないためにはその時に正直にやっとくしかないです。本当これは人が出るゲームですね。本当ですね、そこ嘘つかないでやった方が。見上げると結構そのビルが倒れてたりするんです。うわあ、そうか、この人が撮ってるで、ちょっと体験版の範囲の後なんだけど、はい、あれをくぐっていかなきゃいけない。あれですね、黒い煙が上ってましたよ。上の階押しながらできて面白いな。あ、この人、なんか探してる。ここで落としたのかしら。あ、鍵だ。この人が鍵落としたんだ。あけみさん。あけみさん、もしかしてあけみさんか。さっきの女性とはそっちに行きます。あ、ちょ、大丈夫、大丈夫。あ、この人大丈夫ですか。あ、今のは生徒。本当だ、本当だ。何やってんの、結構のんきだぞ。危ないよ、2回だし。若い子はやっぱ違うね。違うよ、本当。サイン、もうインスタに載せちゃうのか、ちょっと。若いな。若いですよ。ギャルだ、ギャル。エリさん、どうします。買い物できそうにないですけど。学校抜け出して買い物に来てたんだ結構 ね、不良めの子たち。あんまり真面目じゃない。そうですね。うわぁ、いるな。何よ、私たちになんかよ。いるなぁ。ちょっとなんだこの展開。ってかかってきましたね。何よ、私たちになんかよ。先生探してたよ。先生、うわぁ、どうしようかな。あ、ちょっと責任感あるタイプの叱りつけタイプですね。そう、比嘉先生にちょっとね、よく思われたいからね。そうですよね、気がありますからね、今。ちょっと強めに言ってみよう。あなたたち、翡翠学院の学生ね。学校はどうしたの。すごい、しっかりと言ってます。何、気味悪い。どうして私たちの学校知ってるの。先生じゃないかしら。あ、私たちを心配して探しに来ているし。このちょっと賢そうな雰囲気の新人の日がですね。あら、さすがエリさん、ええところ子ですね。そうですね、エリさんは。エリさん、頭良さそうですよ。このステレオタイプな感じ。どこにいてもしょうがないけど。いいです。自分で言うのもないけど。めちゃくちゃいいですよ。わかりましたわ。知らせてくれてありがとうございました。エリさん、陰湿なことやりそうだな。エリさん、そうですね、ここでは建前で言っといて。そう全然言うこと聞く気ないですもんね。この後ろの子らにブレザー取られちゃったの。これなんか、あ、俺勤務中か。あ、3人って言ってたよね、でも。3人目もいるん。3人目。あ、秀美とエミ、ね、3人。これ鍵ですか。これはね、コンパス。コンパス。あの右下にコンパスが出てるんですけど、はい、出てますね。あれ、いろんなすごいたくさんの種類があって、あの中にはとんでもないデザインのものもあるんですけど。またそこでも遊べるんですね。反映できるんです、ね。反映できる。ここも同じと鍵が必要です。鍵が。ちょっと鍵見つけたいですね。うん、結構店内が暗かったりして、どうやって見つけたらいいんだろう。あの途中でね、懐中電灯が。お
なるほど。懐中電灯は欲しいぞ。ちょっと外にも行ってみましょう。はい。うんうん、すごいな、本当にいろんなとこ探検したいし、いろんな人に話しかけたいな。この序盤でめちゃくちゃすでに楽しめる要素が、ね、でもちょっと完成してますよ、もうちょっとね。吹き出してるな、怖いな。そうそうそう、また地震だ。なんかいろいろ、うわっ、びっくりした、うわ転んじゃった、やばい。あ、よく見たら体力があんまりない。あ、いつの間にか。本当だ、ライフって書いてある、よく見たら。今の倒れた、前受け身できなかったんですかね。前受け身、柔道家できなかったんですよ、前から行っちゃったからな。なんかこれ、転ばない方法はないですか。四角を押すと、うんうん、この姿勢になると転ばなくて、クラウチングスタートに。クラウチング、あ、踏ん張ってくれるんですね、これで。地面にペタって。そうか。揺れ始めたら、恥ずかしがらずに踏ん張った方がいい。なるほど、なるほど。実際でもそういうことですよね、うん、このライフがなくなるとどうなるんですか。もうゲームオーバーです。気をつけないと。容赦なくゲーム。そうか。でもね、地震が実際来て転んで怪我とかする場面ありますからね、うん、あ、びっくりした。いや、懐中電灯とか。懐中電灯はね、どこにあるか。こんな時でも会議に、いやもう会議中止でしょうね。あー、何ちょっと、うわ、びっくりした。どうなったんですか。いや、もうここも陥没、陥没しましたね。うわ、え、でもそっか、こんな風になるんだ、地震の時って。ひどいと なってますよね。え、怖すぎる。どんどんこう行けるとこが限られていって。そうか、え、あそこにいなくてよかった。あそこの先に懐中電灯あったらどうしよう。ちょっと、あ、なんか車の量を、あの先生に報告に行った方がいい。そっかそっかそっか、先生二人見つけたよ。日賀線、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 いたよ二人。でも三人いるって言ってましたから、あと一人はどうしたんですかね。別行動なのかな。あなた叱っときましたよ。どうよ。そうですか、無事でよかったです。本当に心配してるんでしょうね。私のこと信用していないんでしょうかね。舐めてる感じでしたよ、先生。舐めてましたね。舐めてましたよ。確かにね、ヒガじゃねえのみたいな。新人のヒガじゃんって言ってましたね。言ってましたね。こんなところに腰掛けてるのがすごいですけど、ね、今地震が来たらどうするのかな。いいんですけど、生徒とどう接すればいいのか分からなくて、私は一生懸命、うわ、いろんなドラマがあるな。いや、そうなんですよね。まだ俺、お弁当のリストラおじさん忘れてないからな。いや、本当にもうね、辛すぎる。お父さん、家族にも言えなくて、でもお母さんは一生懸命ね、奥さんはお弁当作ってくれてて、毎日。あ、愚痴ってしまって、相談乗るよ、頑張りましょう。生徒にも伝わります。問題はあなたにある。あ、論理的なやつですね。論理攻めのやつですね。すごいな。何を根拠に女性は落ち込みますよ、そんな今。問題はあなたの慰めてほしいんや。生徒との接し方にあるのか。慰めてほしいんや。冷静にって言ってるけど。冷静にって言ってますけど、ね、何を根拠に言ってるの。別に教師経験ないですよね。ないですよ。ここ来ただけ。出会いを求めてきてるくせに人に説教するの。すごいな、こいつ。それでだからお前出会えないんだよ、お前。このところ開発者さんの意見が。なんか不具合見つけたら気になるんですよ。ちょっともう帰って修正したい。さっき見つけたのは2人って言いましたよね。そうなんですよね。あと1人がね、もう1人どこにいたのか。そう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 、いるはずなんです。探さないと。本当にもう一人、ね、まあでも先生ですから、ただ心配っていうのもありますし、責任もありますからね、きっとね。もうそこが、そこに頭が向いちゃってるんだろうな。あ、いた。とりあえず生存だけ確認した。そう、じゃんね。うわー、火事だ。あそこ、あそこ、ね、ここスタート地点ですよね。こんな燃えてましたっけ。燃えちゃってるね、もう。うわ、あそこ行くとバシッてダメージ受けます。嘘。残り、ちょっと行ってみましょうよ。残りどんぐらいバシッて行きます。いや、怖っ。何が燃えてんの。あ、行きましたね、行きましたよ。離れてる、離れてる。本当、本当。ちょっと焦げました。焦げましたね、なんか。どうしたらいいんだろう。いや、でもこれ、L2 ボタンを押すとですね、これで今まで起きたことが
付箋に貼られてたりするんで、はいはいはい、方丸ボタンと方向キー、あ、本当だ本当だ、弁当見つめるおじさん、本当だ、例えばさっきの弁当見つめる、あ、ごめん、あ、いい味出してる親父にしびれたって、自分が選んだ選択肢まで出るんだ、あ、本当だ、なるほど、あ、なるほど、思い出しますね、自分が選んだものとかね、ここ入れる、あ、これは青いブレザーだ、来た来たぞ、めっちゃこの子はなんかいい子そうだけど怯えてる感じがしますね、どうしよう、やば、あ、また雰囲気が違うぞ、あ、地味っ子、さっきのギャル子とは違いますね、地味っ子来たよ、メガネの地味っ子、なんか明らかに興奮してますけど好みなんですか、いや、これはいじめられてるな、あの二人にそうだよ、あーもう本当に手間かけさせんじゃないよ、やっと見つけたわよ、手間かけさせるわよ、すごいすごい振る舞いじゃないですか、指さして、泣いちゃった泣いちゃった、ほらー、あ、ひがちゃん来た、ひがちゃん、あ、先生来ましたね、よかったよかった、泣かしたとこ見られましたけど大丈夫ですかね、学校に戻りたくない、あら、ひが先生、あ、やばい、や、見つかった、それにひろこも無事でよかったです、ネズー、絶対こいつそんなこと思ってないでしょ、キャラ変わったな、これからどうしますか、学校は避難所に指定されてたと思いますけど、いや先生のことめちゃめちゃ舐めてる、学校に戻るのがいいと思うけど、すごい裏表だな、道は塞がれてるし、ね、さっきあんな風に言ってたのに、あそこくぐっていったら通れそうに見えませんか、待って待って、通らせる気がする、危ないよ、行けば向こうに出られるんじゃないですかね、結構危ないよ、これ何が倒れてるの、そうですね、車じゃない、服が汚れてしまうけど仕方ないですものね、ちょっと危ないわよ、向こうに出られるかどうかもわからないし、そういうことなら、あ、ヒーロー、やっぱこれを狙ってたよ、最初に行って見てきてよ、ヒレミさん、それは、あって一応言うみたいな、何言ってるの、私は止めたけど、一応そう、一応言っとく、わかりました、え、じゃあヒロコ、それならヒロコ、言うこと聞く必要ない、ヒロコ、ヒロコメガネ取ったら結構いいんじゃないか、これ必ず助かってきたんだから、これすごい前のゲームの話ですか、前のシリーズの話ですか、可愛いよ、ちょっと任せてください、私が最初に颯爽と名乗り出る、日賀さんが見せるべきだ、ルキーという美人の彼女が冷静そうで向いていると思いますという、父たちの前が、あ、これこれね、今のこの生徒たちのことを指してます ね、 そうですね、ちょっとやっぱグイグイイケイケで言ってるんで、お、いちいち立ち振る舞いが鼻に、あ、言うんだ全部彼女が行けばいいんじゃない、腰巾着感すごいなあ、あ、揉めてますね、どうなるんだ、ね、私たち翡翠学院の人たちは、なんだお前、こっち見てるぞ、この野郎お前、できないわね、そうですね、私たち上品な校風ですからね、大きいピアスつけて何やってるの、下にジャージ履いてこいお前